はい、皆さんこんにちは、くまやすこです。このチャンネルではレジパクと題しまして、ジャズレジェンドのパクリネタを僕なりの解釈でシェアしております。皆さんよろしかったらいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。もうちょっとで1000人いきそうなんで、頑張ってみんなでチャンネル登録をしましょう。さあまだ続くんですけど、ハンク・ジョーンズ、いや今週も本当ちょっと今週は2つだけなんですけど、これまた本当いいっす、本当にいいんでおすすめします。1つ目は2度7で、まあ、B フラット7なんですけど、トップがセブンスで、こっちはちょっとなんか入るんですけど、まあ2度7じゃなくても5度7のミクソリディアとかの使えるサウンドとなっております。そしてもう1つは2-5の2度5度7の時に1小節1小節ずつ行くような2-5ですね。5度7が1小節続く時に5度7の上でかなりコードをこう分厚めに弾くアプローチをやりたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは今週もちょこっとなんですけど、ハンク・ジョーンズの、Did you call her today の中から、ハンク・ジョーンズのテイクじゃないですけど、なんとかさんのコンピングでやってるハンク・ジョーンズの、ボイシングなんですけど、今週は、まあ、2つってさっき言いましたけど、まず1つ目が、まあ、キーが A フラットのとこで2度7から始まる部分の、まあ、B フラット7をこう弾いてますよってだけなんですけど、まあ、こう弾いてます。これです。これが彼の2度7のボイシングですね。1、これルート。7ス、3度、13ス。まあこれ普通ですね。で、右手が、結構聞いたら普通なんですけど、9ス、3度、5度、これなんだ、7スか。これどうですか？いいっすよね。やっぱシンプルな、なんか当たり障りないんだけど厚みがあるなと思ったので、これ使えるなと思いましたね。これこっち、ここだけだと Fm6 になってますよね。 Fm6、 まあこの -6 のこの形ってのはちょいちょい乗せることありますね、他のコードでも。これ自体がすごい渋いサウンドするんで、ちょっと今パッと出てこないんですけど、まあ、これ乗せがちっすね。でトップがセブンスの時、まあこれすぐできるんで、もう全部12キーで C7 にしたら、まあセブンス、こっち左手はまあ何でもいいと思うんですよ。こういうこのレンジだったらこんな感じで、トライトーンにこの C7 に対しては Gm6 乗りますね。乗せてもいいと思うし、 F7 だったらまあセブンス、サンド、サーティンスで、さっきと同じ形でいきますね。こっちが、なんだ、何これなんですか、 Cm6 かな。このって、B フラット7、E フラット7、A フラット7、D フラット7と、まあ、割と簡単に出てくると思うんで、これなんだ、E7 だったら、セブンス、お、なんだ、出てこないぞ。E7 だったら Bm6 か。Bm6 ね。という具合に、この押さえ方。Bb7 の上に Fm6。乗せるのいいんじゃないでしょうか。そして、2つ目。これはもう僕なんか全然一回もやったことないアプローチですね。曲的には Bb7。そこでこうやっていきます。 2-3-4 ね、 1-2-3-4 なんですけど、この2つ目のこれが僕はちょっとパッと弾けないなって感じはありますね。ディミニッシュですね。まあこれ5度の音ですよね、Eフラットの音、2、5、1、
1の5をこう5度のペダルですよね、ペダル。なんでもうこれ取っちゃおうかなと思って、これでいいんじゃないかなと。とかまあとか伸ばしてね。でこれ何弾いてるかっつうと、まあ、B フラットマイナーセブン的なとこでは B フラットマイナーセブンをもうそのまま弾いてます。セブンスからセブンス1フラット3 5コードトーンだけで、こっちが1フラットサード5度セブンスで、こうなんかひたすら弾いてんすよね。どっちもこっちは展開系ですね。 B フラットマイナーの第1展開、第2展開、第3展開ですね。サードインバージョンですね。こっちは右手は基本形で、まあ多分目安となるのがここ、セブンスをオクターブで、オクターブ2オクターブで持って挟んでますね。こうで次がこれも D ミニッシュ、 A フラットの D ミニッシュ、こっちはまあ B ディミニッシュってなるけど、まあ同じ D ミニッシュですね。まあ4声ずつ、こっち4声、こっち4声で、あ違う違う、そして次は F フラット6、これも基本形1、3、5、6で、こっちは第一展開かな、3、5、6、1ですね。やっぱりずっと、まあ、ここが共通してます。コモントーンですね。あちゃちゃで、ずっと2オクターブ。どうすかこれ。要はこの真ん中この辺がちょっと空いてるだけで、ずっとこのレンジでやるんだけど、要はまあ B フラットマイナー7といったら B フラットマイナー7、ここっすよね。これが A フラットのディミニッシュをこう E フラット7になる部分で使ってんすよね。 E フラット A フラットディミニッシュオン E フラットってことですよね。サウンド結構使ってますね。他でもこのハンク・ジョーンズの譜面見た感じ、これなんか昔のアプローチって感じしますよね。その本当昔の人、いつ頃、まあ5、60年代もこうやって使ってるんだと思うけど、それ以前の40年代30年代的な感じ してすごいいいっすよねこれね。なのでこれももう251のとこどこでもぶっ込めるんで、これも12キーっすねやっぱりね。これ C マイナーだったら C マイナーの、これはなんだ、 B フラットのディミニッシュにして B フラットか、 B フラットへ行く25のとこでつつつつみたいなね。なんか当時のサウンドするじゃないですか、こんな感じでいろんな曲に。なんだっけ、来た、ここだですね。っていくとこでっていけば使えますね。まあコンピングですけどね。まあ、別にいいか、ソロでも、ソロっていうか、なんかピアノメインの時でも、このメロディーが、まあキーで言えば、B フラットのキーだったら、1、1、1ってこう、1度1度で弾きたい時に、使えるじゃないですか。めちゃめちゃ、これをなかなかいいの見つけたんじゃないかなと思いました。はい、ということで、本日は以上となりますけど、まあそんなに僕も練習時間、足りてはいないんですけど、いっぱいパクっても使えないのでちょびちょびやっておりますけど、今日のもかなり使えそうな、まあ主にスタンダードの25のとこで使えるなと思ってかなり気に入って、まあ、実際ここのとこライブちょくちょくあったんでちょいちょいぶっ込んでみたんですけど、なかなか自分が弾いてるとは思えないぐらいなんか、まあ、まとまったサウンドではありましたね。
なので皆さんも使ってみてください。それではゴールデンウィーク残りわずかですが、みんなHave a nice ゴールデンウィークということで、チャンネル登録よろしく。さよなら。